だよ。ほう、そりゃ一体なんだろうね。大鯨型潜水艦の2番艦白鯨の進水式が2021年10月14日川崎重工神戸工場で行われたことはみんなも知っているよね。白鯨は今後艦内偽装工事海上工事を得て2023年3月頃に海上自衛隊へ引き渡される予定となっているよ。大鯨型潜水艦はディーゼルエレクトリック方式の通常動力潜水艦としては世界最大級であり、白鯨は全長 84.0m、幅 9.1m、深さ 10.4m、基準排水量3000トン、乗員約70人、軸出力は6000馬力あるぜ。また、主機関はディーゼルエンジンとリチウムイオン電池を組み合わせたことによって、先行性能の向上が図られているぜ。加えて、探知能力が向上したソナーや静粛性が向上した船体構造が採用されているね。潜水艦の任務は抑止、情報収集、警戒監視、艦隊援護、戦闘と多岐にわたるから、いろんな能力が必要になるし、中でも静粛性は必要不可欠だよね。騒音をまき散らす潜水艦は潜水艦としての機能を果たさないからな。どこかの国は改造車両並みに騒がしい潜水艦を作っているみたいだけど、日本の潜水艦は大丈夫だよね。日本の潜水艦は海の忍者と称されるくらいだから問題ないぜ。日本の技術力は素晴らしいからね。今回は、新型潜水艦白鯨の任務と能力について解説していくよ。潜水艦は存在そのものが抑止力となると言われていて、日本の海の最大の抑止力は潜水艦となっているよ。隠密性が高く、見つけきれない潜水艦から発射された魚雷一発で、原子力潜水艦を含めて大型戦闘艦が人員と共に撃破されるってわけ。この抑止力は強力で、いつどこで攻撃されるか不安だから、敵対国は近寄れない状況になるんだ。だからこそ、潜水艦は何かあったらすぐ対応できる体制をとって、日本の抑止力として海中でひっそりと頑張っているよ。ハイブリッド戦争を起とする国は近年、潜水艦を特殊部隊のプラットフォームとして運用することも想定していて、潜水艦は海からの隠密侵入に対しても抑止力となると言われているよ。どこかにいる、どこにいるかわからない、しかも強力。このように思わせられれば抑止は成功だね。見つからないように潜んでいることが潜水艦の仕事ってわけだ。抑止力はこのように見えないところでも発揮されていて、日本の潜水艦は隠密性が高く、戦闘力も高いと諸外国が思ってくれる潜水艦を建造し続け、潜水艦部隊の自衛艦が安全に任務を遂行することが日本の抑止力なんだ。潜水艦の任務は、その隠密性、長期行動能力、遠距離水中探知能力等を活用して、常時継続的な情報収集、警戒監視を実施し、主要な海域の哨戒、防護に当たることだよ。防衛省は、次世代潜水艦用ソナーシステム研究の必要性として以下の2点を挙げていて、一つは、我が国の潜水艦にとって脅威となり得る外国艦艇の水中捜索能力及び静粛性の向上に対処すること。また、情報通信技術の進展や潜海域における行動の必要性増大といった、潜水艦を取り巻く環境の変化に対応すること。潜海域、これは鳥もなおさず東シナ海を指しているね。東シナ海の防空識別圏内の約半分の海域は水深が100から200メートルだから、東シナ海から太平洋への通り道は宮古海峡というものだよ。この海峡で情報収集、警戒監視を続けることによって音紋採集ができて、情報収集対象艦艇がどの場所を通るかを分析すれば、当該艦艇の能力や戦法が分析できるってわけ。このデータをデータベース化することによって同理共艦艇の特定ができるようになるから、この任務遂行のため、この推進をこちらに有利なように利用することができる装備が必要ということだよ。また、従来なら無視していたような雑音から潜水艦や艦艇を検出することができるようになってきているぜ。まず敵に見つからない装備として、防衛装備庁などで行った非探知防止、対衝撃潜水艦構造の研究などの成果である音波吸収材、振動、衝撃を緩和する浮き床構造などが採用され、艦隊にはソナーによる探知を防ぐため、艦隊一面に吸音タイルが貼られ、白鯨の静粛性は一段と向上しているみたいだな。潜水艦の艦首、スクリュー及びハッチの厚さは極秘扱いになっているよ。水は1気圧では100度で沸騰するんだけど、スクリューが高速回転すると、プロペラの翼の先端付近では流速が非常に速くなり、水圧が下がるんだ。
すると翼端の水が沸騰し、泡ができて、この泡に向かって周囲の水が押し寄せる。泡が消える瞬間には水同士がまたスクリューにぶつかり、音と振動が起こり、この振動が艦体や機関と共鳴すると音が大きくなるってわけ。この音は艦特有の音だから、この音をソナーで捉えれば、艦底の音紋解析ができるみたい。非探知防止、大衝撃潜水艦構造の研究では、静粛性の高い推進スクリュー、泡の出ないスクリュー形状が研究されていて、諸外国でも潜水艦探知ソナーの技術は著しく進んでいるよ。日本の潜水艦においても雑音の静粛化対策は重要かつ喫緊の課題だな。ちなみに、大鯨はスクリューをつけて浸水式を行っているんだけど、白鯨にはそれがないんだ。同じではないことから秘匿度が上がったと考えられるから。スクリューについても、白鯨は大鯨より改良されているだろうことが推測されているよ。大鯨の推進機はダクト付きスクリューなのか、リム駆動なのか、ポンプジェットなのか推測もできないけど、白鯨も大鯨もスクリューの軸はあるみたい。リム駆動なら軸もないだろうけど、もっともダミーをつけて浸水式を行うこともあるから、これだけで一概に判断はできないね。海洋で単独のディーゼル潜水艦が生き残るには静粛に徹するしかなくて、潜水艦にとって隠密性は重要で、その点ではポンプジェットが有利なんだ。だけどその利点は高速時の利点となっていて、低速時の電力消費効率はスクリューの方がいいみたい。推進に必要な電力は速度の3乗に比例して、速度が2倍になると消費電力は8倍になるんだ。ディーゼル潜水艦は出せてもせいぜい20ノットで、健全なら電力消費を考慮しなくていいんだけど、リチウムイオン電池には限界があるよ。ポンプジェットは隠密性に優れていても、電力消費の点からディーゼル潜水艦では無理があると言われているらしいんだ。大鯨型はディーゼルエンジンで発電し、高性能シュノーケルで給排気する新型シュノーケル発電システムを装備しているよ。隠密性を高めるため、小型で高出力化及び静粛化を図ったこのシステムは、大容量リチウムイオン蓄電池に短時間で所要の充電が可能で、潜水艦の非探知防止性が向上したんだ。充電時間の短縮により、作戦海域での滞在時間が伸びたってわけだな。そういう型11番艦の OU からは、水中で発電する AIP 非待機依存推進を廃止し、リチウムイオン蓄電池を搭載して AIP 搭載艦化。 AIP 搭載以前は数日間が限度だった低速時の水中持続力を2週間以上に延長したと言われていて、大鯨型はそれを上回ることは確かだろうね。白鯨には機関通式潜望鏡が1本装備され、デジタル画像で周囲を瞬時に撮影するから、海面に潜望鏡を出す時間は極限されているみたい。次に敵を見つける装備として、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備され、探知能力が向上しているよ。ソナーの艦首アレイを艦首の形に合わせるコンフォーマル化でソナーの開口が拡大して能力が向上していて、側面アレイ及び栄光アレイに使われている光ファイバー受け波アレイは、光ファイバーに加わる音圧によりファイバー内を伝播するレーザー光の位相や、強度が変化する現象を応用した潜水艦探査用水中マイクロフォンなんだ。このアレイは従来の圧電素子アレイに比べて、小型軽量化、低電力化され、しかも電磁ノイズ、潜水艦内の電子機器から出る電磁波の干渉の影響も受けない優れもの。このアレイが吸音材一体型水中受け波機として船体横長に配置され、精度が高く、探知距離の大きい側面ソナーとなっているよ。また、信号処理部電子ソナーの探知情報が自動的に統合化され、これらにより、敵に見つかるより早く敵を発見できると言われているぜ。2021年6月29日の読売新聞によれば、海上自衛隊はアクティブソナーを潜水艦に搭載することを検討しているみたいで、白鯨は浸水式時点ではパッシブソナーは当然あっても、まだアクティブソナーを搭載していないかもしれないね。艦隊が行動するとき、潜水艦は艦隊の下の海中で敵の潜水艦から艦隊を援護するための行動をとるよ。潜水艦の潜水深度はこれまた極秘扱いだから推測になるんだけど、白鯨の最大潜水深度は900から1000メートルと思われているよ。諸外国の潜水艦の最大潜水深度はこれより浅いと言われていて、1000メートル付近を利用できれば、地の利、を得て、白鯨の戦闘能力と相まって、有利な戦闘を展開できるはずだよ。潜水艦は単独行動するのが前提で、潜水艦の存在を秘匿するため、電波や音波での通信も頻繁にはできないんだ。
超超派での受信せよの指令で発見される確率が低い海域に移動して、水面にアンテナを出して X バンドの衛星通信装置を使い、通信時間を最小限にして受信し、すぐに潜航するよ。潜水艦の武器といえば魚雷だよね。白鯨にはどんな魚雷が装備されているの？白鯨には HU606533mm 魚雷発射艦1式が装備されているよ。一式とは、六門の発射管と魚雷発射に必要なその他の機材のことだね。大米がこの発射管から89式長魚雷、最新の18式長魚雷、およびハープーン対艦ミサイルを発射できるとされていて、この点では白米も同様と推測されているんだ。ちなみに魚雷を何発搭載しているかは当然秘密だぜ。人民日報日本語版では大米が30発を搭載しているとされているが、どこからの情報なんだろうな。89式魚雷は浅い海では岩礁など障害物を目標と誤認する可能性があるけど、18式長魚雷開発名称 GRX6 魚雷は優先誘導と自律誘導により敵の囮囲、デコイをも回避でき、命中率が向上したんだ。また地形が複雑な潜海域から深海域まで対応でき、アクティブ磁気起爆装置を搭載しており、艦艇の磁気に反応して爆発するよ。この魚雷は高層雑音の低減が図られ、静かな魚雷となり、敵からの発見確率も下がり、戦術的優位性を確保できるぜ。また艦尾の X 舵は音の反射方向を変えるステルス化の効果もあり、旋回性能および振動変換性能が向上したとされているな。これにより弱定時の舵の損傷を防ぐことが可能となっているみたい。 X 舵は十字舵よりも大きな舵面積が確保でき、斜め45度に装備された。4枚の舵が独立して回答と姿勢制御機能を合わせ持つことから、一部故障時にも送還可能なんだ。今回の動画はここまで。ご視聴